ようございます。本日ヤマト法80日目でーす。よっしゃー。今日は、鳴島まで行きたいと思います。あー、鳴島。はい。長かったこの髪型。ちょっとね、今日でお別れ。うん。ちょっと寂しいですけども。そうね、もう本当優しさの詰まった島でした。そうそう。本当にね。ね、五島が終わるわけじゃないけどね。うん、そうね。鳴島着いたぞ。近い。なんか猫多いね。まあ、なんか、可愛いから。カバロチと思われてる。なんそのタオル。あ、これちょっと最近ちょっと暑くなってきたんで、たびたびこういう格好のこういう頭の僕出てくると思うんで、この夏は特に。82日目です。よいしょ。待ちに待った日坂島を目指して、今日はちょっと頑張っていきたいと思います。行くぞー。やー。すいません、はい、これちょっと残念なお知らせがありまして、強風注意報もなってきたりとかして、五島では28日夕方まで高波に注意してください。もう今日ちょっと船を出すことができなくて、日坂島にはちょっと渡れないかなと。あー、どうするか。じゃあ町内会長さんにもう一泊だけちょっとお泊りさせてもらえないでしょうか。ちょっと、うん、あ、おはようございます。どうも。はい、ありがとうございます。突然になるんですけども、はい、久賀島に行く予定だったんですけど、はい、船がちょっと欠航してて、はい、ちょっとあと1日ちょっと、はい、そう、もう一泊させていただいてもよろしいでしょうか。はい、なんか不細工なところであれですけど。はい、お願いなんですけど、はい、なんかこう時間が空いたらちょっとこう、はい、地域の人にですね、お笑いとかこうそういった芸を見せていただければ、はい、じゃあ、田舎ですので、はい、そういったこう生の、はい、とかね、生のあれって見たことは長県ですね。ああ、そうなんですね。もう田舎ですので何に集まるかもわからんですけど、あ、はい、気なりやな。気合入ってきたね、ちょっと。しゃあ今日も一日泊まらせていただくんでね、うん、そうね、ネタを作ってね、うん、やっていこうか。あとご飯も食べてないだろう。そうなんですよ。今のところに入れる。あ、うん、じゃあ、うん、そうしようか。あ、すいません、ありがとうございます。食事行こう。あ、はい、大丈夫。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。泊まり週刊上に売れてる芸人の送って、はあ、やばい、吐くぞ。大丈夫。ちょっと待って、何やったっけ最初。あ、思い出した、はい、あ、そういうことね。あ、はいはい、終わった。いいですか。はい、はい、行きますよ。太田プロダクション福岡から来ました、はい、スタンドと申します。お願いします。よろしくお願いします。はい、くそー、雨に濡れて寒いな。泊まる場所、屋根と壁がある泊まる場所。あ、あ、このお宅、西村さんごめんください。ガラガラが何ですか。あ、こんにちは。あ、すいません、ちょっと今あのインターホンを3回ほど押したんですけども、ちょっと鳴らなくて、ちょっとすいません、ちょっとお気づきになる。そう、鳴らないでしょうね。え、鳴らない。だって電気消しとるもん。それケチやな。ちょっと君臭いんだよさっきから。うわ、失礼ですね。ちょっと、あ、お風呂とか入ってないんだろ。もう1週間ぐらい入ってない。うわ、俺なんか2週間も入ってない。お前超えてくんなよ。超えてくんなよ、俺をさ。え、なんか今旅とかやってんの。あ、そうなんですよ、一周してて、うん、九州を。あ、いや、もうほんと何があるかわかんないんですよ。じゃあもうしょうがないな、はい、これあげよう。あ、これはお酒だよ。いや、お酒いいんすか。うん、俺もさ、飲もう。え、それで一緒にお酒飲まないですか。あ、いや、俺お酒飲めない。オレンジジュースしか飲まないよ。いや、お前この見た目でオレンジジュースしか飲めんのかい。もういいよ。どうも、ありがとうございました。いかがでしたかね。ちょっと一人ずつ感想を。せっかくこの後笑いに来たまってんさ、あんまちょっと笑いにしちゃった。元気出してね。こっちがもう少し元気出しちゃった。反省会やね。反省会ですね。なんか、ちょっ
届いたんですけど。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ちょっとテーブルの後ろ。え、でかっ。え、これわざわざ出前とかで、これ刺すの。おお。カンパチ。カンパチ大将って呼んでもらっていいけど。大将。大将やな。ほんと骨まで行くんすね、こうやって見つけ初めてですね。よし、これで覚えた。無理やばったね、今日はそれ車でしょ、コンビの。コンビの危ないって。売れるっていうとはパフォーマンス、うん、まあどっちかがなんか売れるパフォーマンスば見つければ今のお笑いは通用する時代じゃ。いつでもどうぞっていうぐらいのやっぱり芸は磨かんばしょうがないですよ。ああ、そうですよね、うん、やっぱ。いや、師匠がいっぱい。すごい師匠がいっぱいいますね。五島最後の島、福江島。やったぜ。来ました。